じいちゃんの霊じゃないです。春日さんが入ってきてらっしゃった時に、うん、ここの毛がもうモケモケなんかこっちだね、はい、で目もなんかすごい痒そうな感じで入ってきたので、すごい結構心配なんですけど、ね、髪は直しましたけどね、はいはい、あ、目はちょっと確かにちょっと赤いんですよね。大丈夫ですか？ちょっと原因は分かんないんでね、ものすごく怖いんですけど、ね、もやもや、日向坂アレルギーが出てる。春日さんの目がこれ以上悪化する前に本題へ入りましょう。出たシングルベッドで耳に落ちる涙の雫よ、その暑さを